時刻は10時を回りました。この時間は FM 技能ワンより健康情報番組生き生きライフの時間です。この番組は心と体も健康で元気な生活を送れるよう健康に関する情報発信や健診向上を高めていくことを目的とした番組です。お相手は FM 技能ワン中地早美が務めます。 さて、ギノワン市では全ての市民が心身ともに生き生きと暮らせる街を目指して健康ギノワン21を平成16年から策定しました。そこで FM ギノワンでもラジオを通して市民やリスナーに健康に対し意識を強めていこうと思いこの番組がスタートしましたよ。ね皆さんもこれをやると健康にいいよとか いつも日頃心がけてるよとかありましたら皆さんメッセージなどお待ちしております。私はですね、最近甘酒に挑戦してますよ。なんと甘酒はアミノ酸が豊富っていうのを聞いたので、今挑戦してます。結構味的にも私も好きなので、うん、続けていけそうだなと思ってますよ。これでね、どう変わったかまた後々発表していきたいと思います。 こんな感じで皆さんの気になるコメント、メッセージなど、どんどんお待ちしております。ツイキャスにもカちゃんさん、早見おはようと来てますよ。おはようございます。なんかカちゃんさんも健康に気にしてることとか、気使ってるよとかあれば、どんどんメッセージお待ちしております。はい。えー、メッセージの宛先は、797-atmark-fmguino1.com。7 9 7 a t m a r k f m g i n o 1 c o m です。 また、FM ギノワンでは、ユーストリームと、えっ、ー、と、ツイキャスで、映像と音声のネット配信も行っております。FM ギノワンのホームページから簡単に見ることができますので、そちらもお楽しみください。Twitter もですね、伝道してますので、たくさんのツイートをよろしくお願いします。 それではスタートですよ。この番組は、技能1心、健康増進課保健相談センターのご協力でお届けしております。 FM 技能ワンから健康情報番組イキイキライフをお届けしてます。それではここで、えー、気になる新聞記事がありますのでお知らせしたいと思います。私はですね、結構コーヒー好きで、えー、朝は必ず一杯飲まないと、えー、元気が出ないということで毎日飲んでます。朝と、えー、午後始まる前に必ず2杯飲むんですけどコーヒーっていいのかなと思っててちょっと気になってたんですが 今日の新聞記事でコーヒーに関する情報がありました。なんとコーヒーを飲むほどリスクが減る。コーヒーを飲む人は飲まれない人よりも心疾患や神経疾患などによる早期死亡リスクが低くなるという米ハーバード大学のフランク・ウー博士らの研究結果が医学誌オンライン版に発表されました。 米国の医師、看護師などの医療従事者20万人以上を対象に約30年にわたって調査し分析を行いました。30年もわたってね、調査したんですね。すごいですね。えー、調査期間中に約3万2000人が死亡しました。一、えー、1日あたり1から5杯のコーヒーを飲んでいる人は、 他の健康障害を考慮しても、えー、調査期間中に死亡率が低か,かった、低かったそうです。特に、心疾患、脳、脳卒中や、えー、神経疾患、自殺による死亡率が低かったとのことですよ。すごいですね。なんか、コーヒーはいいってね、聞いたり、 あと、カフェインね、取りすぎるとあんまり良くないとかね、そういった話聞かれるんですけど、コーヒーを飲むほどリスクが減るってことで、この記事を見たら、私コーヒー好きなので、なんかちょっと安心しましたよ。うん。やっぱりコーヒー飲まないとちょっとね、朝、体が起きないっていう習慣になってしまって、ね、これを見ると、よかった。1日1杯から5杯のコーヒー飲んでる人が、 健康障害を考慮して、ね、健自殺あ死亡率が低かったってことが分かったのでまたずっと飲み続けたいと思いますで続いて、ですねこれも私、気になる記事なんですけども、えー、と外食の食塩、えー、失質に注意ってことで、えー、ファーストフード店は子どもにも人気があり週末になると多くの家族連れに賑ぎわいます。 価格が低く気軽に足を運べる一方、利用回数が増えると栄養の偏りが気になることです。えー、定番のメニューのハンバーガーセットの栄養素を学校給食と比べてみました。うん、給食の混ては麦ご飯にチキナーチャンプルー、魚の照り焼きに渋いの味噌汁です。チキナーってわかりますかね、皆さん。ね。 チキーナーチャンプル。私大好きなんですけど、ちょっと苦味があるんですけど、最近も豆腐と炒めてよく食べます。で、ハンバーガーセットの食塩量は 2.7g で、給食に比べて 1.9g 多いと分かりました。1.9g 多い。すごいね。えー、っとね、脂肪質も 34.8g もあり、脂質ね。給食の2倍近く、えっ、ー、と、あるそうですよ。一方、野菜の量は 10g で、給食の 92g に比べて少ないです。ファーストフードは成長に必要なタンパク質やカルシウム、鉄、ビタミン、食物繊維などが不足し、逆にエネルギーと脂質が多くなっています。 県の健康長寿化は、園、食塩ですね、の取りすぎは、高血圧や腎疾患、心疾患に、脂質の取りすぎには、肥満の原因になり、動脈硬化や、えー、心臓病などを引き,引き起こしやすくなるとして注意を呼びかけていますよ。皆さんね、えー、ファーストフードね、私も好きなんですけど、 今、あんまり行かないようには一応してます。もし行きたくなった場合は、ポテトだけとかね、我慢したりはしてるんですけど、やっぱりね、気軽に行けるってことでね、行く方も多いと思います。あと、子どもの頃はね、もう本当にファーストフードがね、大好きなんですよ。あのアジと。で、たまにね、あのお子様セットでね、おもちゃがついてるところありますよね。あれが楽しみだったりするね。 えっとファーストフードがあるので子どもの時はよく行ってた感じがします、なので、よくって言っても日曜日とかですね特別な感じでとても嬉しかったんですけどやっぱりお母さんも気遣ってたんだろうね、なるべく行かないようにお家でご飯食べるような環境にいましたはい以上、ね、気になる新聞記事でした。 それでは、えっ、ー、と、CM を挟んでゲストコーナーに移りたいと思います。 さあ続いてこのコーナーです。ゲストコーナーですよ。健康に携わる素敵なゲストをお招きしました。本日のゲストは、えー、健康増進課健康推進係の佐久田さん、まのさん、えー、前西原さん3人にお伺いしあおか、お越しいただいております。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。 お酒についてお話ししたいと思います今ね今の時期は年末ってことで忘年会シーズンとかもね<っ>飲み会の機会が多い方がいっぱいいると思いますなので気になる、えー、テーマだと思いますので皆さんどうぞお聞きくださいまずですね櫻田さんにちょっとお伺いします、はい、お酒を飲みすぎるとどんな影響があるのでしょうかはい えっと、お酒の害について説明する前に、はいはい、まず沖縄県民の飲酒の状況について説明したいと思います、はいえっと、生活習慣病のリスクを高める量を飲酒している人の割合は、うん、男女ともに全国より高くアルコール性肝疾患による死亡率も全国と比較して高い状況です。うんはい 特に男性は全国平均の約2倍となっていますまた未成年でも月1日から2日以上飲酒している割合も全国的に高く、うん、男性で全国の2倍で大きな課題にもなっています宜野湾市民の状況なんですが、はい、特定健診の問診票からなんですが 1>,、はい、1日あたりの飲酒量で男性2合以上、はい、女性1合以上飲酒している割合を見たところ、はい 男女ともに減少傾向ではあるんですけども県平均よりもあの高い割合で推移していることが分かりましたこの量は全脂肪の高速や心疾患のリスクが高まる量とされており、はい、県と同様に高い割合ということが分かりましたなるほど沖縄県は、えー、割合的に高いということですねはいそうですねはい、えー、大量の飲酒の害について教えてくださいいははい、はい お酒は飲み方によって食欲を増進させたり、うんはい、ストレスを解消したりしますが、はい、どう起こすと肥満や食道がん胃潰、うん、炎肝硬、うん、変睡眠障害など多くの健康問題を引き起こします。はい、またアルルコール依存症にななると自分の健康だけでなく 家族や職場へ負担をかけることにもなります。沖縄県では40代の働き盛り世代の男性の患者が多いのが特徴になっており、はい、県全体で大きな問題になっています。なるほどね。はい、はい。多量飲酒っていうのは、はい、えっと1日に純アルコール60グラム以上を摂取することを言いますが、はい。はい 口から入ったアルコールは、はい、まず胃や小腸から吸収されて、うん、全体の10%は腎臓と肺から直接排泄されます。残り90%は肝臓で酵素分解されます。うん、で肝臓では毒性の強いアセトアルデヒドというものに分解されますが、はいはい、多量飲酒によってアルコールが分解されず、そのまま、 血液に流れてしまう状態のことを、うん、急性アルコール中毒と言い、はい、命に関わることもあるので注意が必要ですその他にもアルコールの多量飲酒は脳細胞へもダメージを与えるため、うん、特に未成年への影響は大きいです、うん、それからあの妊婦の飲酒なんですけども、はいはい、脳や体が未発達な胎児に大きなダメージを与えて 発育障害や知能障害などを引き起こす原因にもなりますので、うん、えと飲酒に関する正しい知識とお酒との上手な付き合い方について理解して楽しく適量を守って飲むことが大切です、うん、なるほどね正しい知識とお酒の上手な付き合い方を知れば適量に飲めばいいっていうことですよね、はい、全くお酒がだめていうわけではなくてということですね。 続いて前西原さんにお伺いします。はい、はい、いい酒を飲むためのアドバイス、またはコツなどを教えてください。はい、はい、えっと、ここからは楽しきお酒を飲むためのコツをお話ししたいと思います。はいうん、えっと、酒は百薬の長という言葉があるように、うん、適量の酒はどんな良薬よりも効果があるということわざがありますよね。うんうんはい それとは逆に飲みすぎると百薬の薬の文字をかけて厄介な薬で百薬の腸になりうりますそれは飲み過ぎると先ほどの話にもあったんですけど、はい、肝臓や、うん、胃腸などに負担をかけるため厄介な飲料にもなりうるということになります良薬のためには節度ある飲酒を心がけることが大切です、はい、で適量には個人差があり 同じ人であってもその日の状態によって良い具合が異なるため一概にこれということはできません、はい、で厚生労働省が推進する国民健康づくり運動健康日本21 2>、はい、第2次においては生活習慣病のリスクを高める飲酒量について男性では1日平均40グラム以上、はい、女性では20グラム以上と定義されています、はい そのためそれ以下の摂取量が適度な飲酒量であるということになります。うん、40g のお酒はどのくらいということはわからないですよね。大体で言うんですけどビールであれば 500ml の缶ビール2本程度泡盛、はい、30%を1合程度五十ミ 350ml の缶を2本分。うんはい ワインだったらグラス3杯程度になっています、うん、で、女性はこれの半分となります、はい、で、この黒いの量であれば、うん、程よくお酒を楽しむことができます、はい、とはいえ個人差によっても違うためお酒に弱い人、高齢者であればこれ基準よりも少なめの適量と考えるべきでしょう、うん、これから忘年会シーズン年末年始と飲み会の機会も増えると思いますがす、ねうん、皆さんも適正飲酒を守って楽しくお酒を飲んでくださいはい ありがとうございます。それでは、つ続いて、天野さん。はい。はい。はい、ちょっと聞きたいと思いますよ。はい、はい。肝臓など。 定期検査は忘れずにということで、いはい、お酒を飲むときにはおつまみがつきものですが、どんなおつまみを選んだ方がいいでしょうか。はい、うん、えっとお酒飲む機会がこれから増えてくると思うんですけども、はい、おつまみ選びがとても重要になってきます。で、えっとなぜかと言いますと、お酒を飲むときにはどうしてもですね、はい、えっと居酒屋の目に思う。う 浮かべていただけると分かると思うんですがカロリーの高いものとか糖分や脂肪分のあるものをたくさん食べてしまうので飲酒を飲み続けていると肥満の原因になってしまいます先ほど前日原からもあったんですが適正飲酒を守っていてもですねあれはあくまで適正な飲酒のようですのでお酒のおつまみで肥満になるということがあります。アルルコーー自体ももカロリがありまますのででた中性脂肪つく られるのでアルコールを摂取すること自体も肥満につながりますので、はいうん、あの足が肥満の多いあ<ー>あの町になってますので、はい、この適正飲酒はもちろんこのおつまみ選びも、うん、とっても気をつけていただきたいなと思ってます、はいであの。具体的にどんな おつまみを選んだらいいかということですが居酒屋行くとですね唐揚げとか焼き鳥とか油が多く使われている料理が多いと思うんですけども選ぶときに油を控えめの料理を選ぶとカロリーがどれくらいかちょっと分かりづらいので油控えめの料理を選ぶと自然とカロリーが抑えられるので最初にサラダを頼んだりとかお刺身とか冷やや 枝豆とか油控えめのメニューがありますのですべてをこのメニューにするとちょっと物足りなくなってしまうのでいつもいつも何だろう油揚げの何て言うんですか油揚げお豆腐の。 揚げかな私あれあれだけそれだけどそれを冷ややっこに変えてみた一品だけでもこの油控えめのものにするとまたちょっと普段よりカロリーが抑えられるのでそういったことに気をつけておつまみ選んでいただけたらなと思います。わかりりまましたずやっぱ 揚げ物からすぐ入るよりかはちょっとサラダとかあっさりしたものを入れる方が少しお腹を膨らませてで油物っていうのす。わ、ね、かりました、はい、なんかですね、えっと、前にもですね、10,、うん、10月ちょうど2か月前ぐらいに県の健康長寿課の方がいらしたときにアプリがあるってことで接種、ね、カレンダー、はい のちょっと教えてもらっていいですか。はい。うん、えっとあのスマートフォンを持ってる方に、はい、えちょっとぜひ使っていただきたいんですけれども、うん、沖縄県が作った、えー、接種カレンダーという。えーっと という自分のこのお酒の量を簡単にわかる無料のアプリがを沖縄県が作っています。で、ええどういったものかというと、毎日のお酒の量を記録して、で飲酒状況を管理できます。で、飲酒の記録に応じて自分が総会期にいるのか、幌酔い期にいるのかなど、七種類このあ七段階よあの酔った状態があるんですけども、それ 今自分がどんな状態にいるのかというのをアプリを開くとイラストですぐ分かるようになっていますので自分がどんな良いかと今しているのかなというのが分かりやすくなっていますで沖縄県のホームページからもダウンロードできるんですけども宜野湾市のホームページにもリンクしていますので宜野湾市のホームページ開いていただいて下の方に最初のページの下の方に健康まちづくりという項目がありますのでそちらから接種カレンダーアプリをダウンロードして ロンドールすることができますので、うん、はい、この忘年会が多い、このあの時期にぜひ使ってください。ね、はい、ありがとうございます。ますこれ、私もこの来た時にですね、県の方のちょっと見たんですけども。うん、飲んでる時って、ね、いい感じになって、わかんないんですよ、<laughs> 飲みすぎてるとかね。そうなんです。それを、えっ、ー、と、一杯飲んだ時に。ピョーンとね、押すだけで、はい、今危険だよとかね、色で変化ができるっていうはい、はい。 アプリなんですよね。はいそうです。はい皆さんも飲んでるときはねみんなでワイワイ楽しく飲んでてわからない方もいると思うので、うん、ぜひえっ、ー、と機能ワン氏のホームページでもリンク貼ってるようなので、はい、ダウンロードしていただいてこのね接種カレンダーを、えー、アプリで調べるといいと思いますのでどうぞこちらの方もよろしくお願いします。はいありがとうございました。今日はですねえっ、ー、と本日のゲスト、えー、県 失礼しましまた。健康増進課、健康推進係の桜さん、真野さん、前西原さんに、えー、お越しいただきました。ありがとうございました。はい、はい、続いてはですね、このコーナーですよ。えー、皆さんで楽しく踊ろう、チらがんじゅ体操のコーナーです。これはですね、平成19年度に子どもからお年寄りまで行うことができ、健康づくりに有効な筋肉運動を取り入れた、 ギノワンシオリジナル体操、ツラガンジュ体操です。ラジオ聴きの皆さん、ユーストリーム、ツイキャスの皆さんも一緒に踊りましょう。 はい。チラ感重体操を聞きながら、ちょっとメールを紹介したいと思います。えー、先週ですね、ミンミンさんのメールがありました。ありがとうございます。早見さんおはようございます。ミンミンです。小座から少し飛び出してきました。ありがとうございます。<laughs> えー、私も子供がいて健康には気をつけてるんですが、最近よく耳にする油なんですが、オリーブオイルとココナッツオイルの違いはどんな感じなのか教えてくださいということで、ちょっと真野さん、はい、教えてもらっていいでしょうか。はい、すみま,ません。えー、っと、はい、ここ、えー、オリーブオイルとココナッツオイルの違いなんですけども、はい、あのそれぞれですね、はい、えっと同じ油で、はい、で、あの。 どちらも悪玉コレステロールを下げたり善玉コレステロールを上げるっていうそれぞれ同じような効果があるんですがオリーブオイルの方はまた抗酸化作用というので病気の予防とか老化を抑えたりとかありますでココナッツオイルは結構ダイエット効果が強かったり直接塗れるので美肌にもいいかったりするんですけどもまあ それまあ油などでまた取り過ぎは良くないですし、はい、であのどちらがいい悪いというよりかはこの使い分けという感じなので何、はい、だろうそれ どちらも別にとっても構わないのでその用途に合わせて使っていただけたらなと思います、はい、で、はい、あのオリーブオイルの方はココナッツオイルと比べて少し劣化が早いので、はい、もし使うのであれば少し早めにオリーブオイルの方は、うん、使っていただくのとココナッツオイルは,いはい、はい、少し感ちますね、はい、で使い方もオリーブオイルはのよくサラダにかけたりとか見ると思うんですけども、はいはい、ココナッツオイルはちょっと直接肌につけたりとかあと あのアイスとかにも、ねはい、一緒に入れたりとかができるのでる、ね、それぞれちょっとあの、うん、使い分けてそれぞれの効果をこう。はいうん 得られたら、うん、いいかなと思います。はい、ありがとうございました。うん、それぞれ効果はねあるそうなので、健康と美容にはいいってことでわかりました。ありがとうございました。はい、あっという間のエンディングの時間となりました。この番組は心と体も健康な生活を送れるよう健康に関する情報発信の番組です。この番組はですね、来年げ来年1月から月曜日10時15分。 からと移動となっておりますので、それもまたお楽しみください。それでは今年皆さん、えー、生き生きライフをお聞きの皆さんありがとうございました。また来年よろしくお願いします。さようなら。